グルーブコースターは対等の音楽ゲームのシリーズおよびその第一作目。スマートフォン向けアプリとして2011年に配信開始。2013年にはアーケード版が稼働開始。2015年にはアンドロイド版もリリースされた。2018年にはスティーム版が配信。2019年11月7日にはニンテンドースイッチ版グルーブコースターワイワイパーティー。 が発売された。アーケード版筐体開発者は、スペースインベーダーインフィニティジーンの石田玲介。同作品と同様のワイヤーフレーム風の表現を全面に押し出している。シリーズを通して、シンボルマークはヘッドホンをした、スペースインベーダークラブこと、GC クラブ。指一本の簡単操作で、クールに、ジェットコースターのような疾走感が楽しめるというコンセプトで、 操作はタップとフリックのみ。コースターの名の通り、ジェットコースターのように一本のコース上をアバターが移動し、曲に合わせて出現するターゲットをタイミングよくタッチしていく。アーケード版は EX よりグルーブステージと呼ばれる振動パネルに対応した。アバターとターゲットが重なった瞬間に、ターゲットに応じた操作を行うのが基本的なルール。 タッチしたタイミングにより、評価はより正確な順に、グレート、クール、グッド、ミスと変化する。正確であるほど、画面上部のグルーブゲージが多く蓄積され、ミス評価は逆に、グルーブゲージが減少。曲の終了時に、グルーブゲージが一定ラインまで溜まっていれば、クリアとなる。評価により得点が得られるほか、連続してタッチに成功すると、 チェーンが増えていく。アプリ版では、チェーン継続中は1チェーンにつき、得点倍率が0.1倍ずつ上昇。さらに10チェーン以上でフィーバーが発生し、その間タッチによるチェーン数が2倍になる。チェーンに失敗するとフィーバーも途切れる。曲が終了するとタッチの評価達成率により SE の6段階でレーティングがつけられる。また、 得点などの成績に応じてレベルゲージが蓄積され、それがいっぱいになると様々な得点が得られる。曲ごとにディフィカルティが設定されているほか、各曲ともゲームモードを Easy、Normal ーー、Hard の3段階から選択できる。アーケード版は AC 版 EX 以降、さらに高難易度のエクストラが一部楽曲に追加。またアプリ版に似て ACEG、ACE AC ノーマル、AC ハードが一部楽曲に追加された。先に曲を選んだ後、モードを選んでスタートする。ただしアプリ版のハードとアーケードモード全譜面。アーケード版のエクストラは、初期状態では選択できず、アプリ版のハード a c e a AC ノーマルは、ノーマルを、AC ハードは、AC ノーマルを、それぞれ一度クリアすることで、エクストラは、シンプル、ノーマル、ハードの全てで、 レーティング。ターゲットの種類により実行すべき操作は異なる。タイミングが合っていても、ターゲットの種類と操作が間違っていた場合、判定されない。なお、特典は、アプリ版にて、イージーでクール判定となったもので、グッド判定では0.5倍、最も良いグレート判定では、その3倍になる。それにさらに倍が上乗せされ、 ノーマルで2倍ハードで3倍になる。ただしアプリ版0では、長いターゲットでは、途中の得点増加がそれぞれ視点の1回分しか、起こらない。アーケード版の得点は、曲、モードによって異なるが、ターゲット自体でのスコアはいずれも必ず85万点満点になり、曲終了時はチェーンにより、最高10万点クリア時の5万点ボーナスが入る。 アプリ版、アーケード版共通のターゲットタップとフリック、またビジブルで可視化されたアドリブはコース外からアバターに飛び込んでくるものもある。その中には飛んでくる奇跡が線であらかじめ表示されていることもある。アーケード版およびアプリ版に追加ターゲットレベルアップや課金などで下記のコンテンツが増えていく。グルーブコースター2011年7月28日。 配信開始。2017年9月30日配信終了。グルーブコースターゼロ2012年11月20日配信開始。無料。2013年7月には100万ダウンロード突破記念キャンペーンが2014年5月19日には200万 DL 大感謝キャンペーンがそれぞれ開催された。 グルーブコースターにオリジナルスタイル2015年7月1日配信開始。アプリ版ゼロのリニューアルアップデートという形で置き換え配信されており、アプリ版ゼロとアプリ版2を同じ端末に入れることは不可能である。同年8月には300万 DL 突破記念キャンペーンが開催された。また、同日 Android 向けとして、 Google Play にも配信開始。グルーブコースター2013年11月5日、稼働開始。55インチの大型液晶モニターを搭載した専用筐体で供給される。グルーブコースター EX アーケード版のバージョンアップ版として2014年5月26日、稼働開始。バージョン1.5アップデートにより、大規模な機能追加がなされた。 同年7月30日には、バージョン1.51にバージョンアップ。それに伴い、以下の点が追加された。グルーブコースターにヘブンリーフェスティバル2015年1月22日、稼働開始。カラーリングが、黒背景、青から白背景、黄緑に変更。システムボイスも機械に近い男性から、人間らしい女性に変更などのリニューアルがなされている。 同年3月25日にはバージョン2.02にバージョンアップ。それに伴い以下の点が追加された。グルーブコースターンリンクフィーバー2016年3月10日、稼働開始。イメージカラーは赤。2016年7月21日にバージョン3.04にバージョンアップ。それに伴い以下の点が変更された。 グルーブコースター 3EX ドリームパーティー3のバージョンアップ版として2017年3月16日稼働開始。2017年10月12日にバージョン3.57にバージョンアップ。それに伴い以下の点が変更された。グルーブコースター4スターライトロード2018年3月29日に稼働開始。イメージカラーは紫。 2018年7月2日にバージョン4.02にバージョンアップ。それに伴い以下の点が変更された。グルーブコースター 4EX インフィニティハイウェイ4のバージョンアップ版として2019年3月28日稼働開始。なお、機能追加、回収はなくアミューズメント IC にも未対応。 グルーブコースター 4MAX ダイヤモンドギャラクシー 4EX のさらなるバージョンアップ版として2020年4月9日稼働開始。AC 版 4EX 同様、機能追加、回収はなく、アミューズメント IC にも見たよう。なお新型コロナウイルス感染症の流行の過中だったが、海外の設置筐体が オフラインによるインストール作業でのアップデートを完了しており、データの整合性の観点から予定通りバージョンアップが実施された。グルーブコースター4スチーム2018年7月17日発売。外見やシステムは AC 版 3EX に準拠しており、ナビゲーターはリンカが担当。操作はキーボードの他、スチームコントローラと Windows に接続可能な 外部コントローラーが使用できる。以下、スティーム版独自の要素を挙げる。グルーブコースター YY ワイワイパーティー。シリーズ初のコンシューマー向け作品として2019年11月7日にダウンロード専用で発売。イメージカラーは水色。以下、スイッチ版独自の要素を挙げる。ネット配信 CD、対等系列のゲームセンター店頭にて、 電子マネーサービス開始記念キャンペーンとして不定期に販売。2013年以降、毎年4月1日には1日限定楽曲を配信している。アプリ版ゼロにて、階段、カーナビが配信された。アーケード版にて、階段、カーナビが配信された。 アプリ版ゼロと AC 版二の両方で二21外百四十一計四百三兆九千二百七十二億四千三百二十三万三三千百六十八が配信。また AC 版二のみ、階段、カーナビも配信された。アプリ版2及び AC 版三にて、階段、カーナビが配信された。アプリ版2及び AC 版三 e x にて、階段、 カーナビが配信された。アプリ版に似て、21外百2 4 1系403兆9272億4323万3368が AC 版4にて、階段、カーナビが、それぞれ配信された。アプリ版に似て、劇場版階段、カーナビが AC 版 4EX にて、階段、カーナビが、それぞれ配信された。 新型コロナウイルス感染症の流行を受け、楽曲配信、キャンペーンを非開催とすることが発表された。AC 版 4MAX にて、階段、カーナビが配信された。ありがとうございます。